シャムシ・アダド5世はシガアッシリア王国時代のアッシリア王である。名前は神・アダドに由来する。シャムシ・アダドはシャルマネセル3世王の息子であり、後継者だった。王妃・サンムラマートは彼の妻だった。二人の息子がアダドニラリ3世でありつきの王となった。彼はシャルマネセル4世の祖父でもある。シャムシ・アダドの知性の最初の数年間は、 高齢のシャルマネセル王からの継承のための厳しい争いがあった。メソポタミアのニムルドにあるナブー神殿のアッシリア王シャムシ・アダド5世の石碑。シャムシ・アダドの兄弟アッシュール・ライン・パルが主導する反乱が紀元前826年にすでに勃発していた。シャムシ・アダド自身の秘文によると、この反抗的な兄弟はニネベを含む27の重要な都市を味方につけていた。 判断は、紀元前820年まで続き、アッシリア帝国とその王権を弱体化させた。これは、ティグラトピレセル3世の改革まで王国に影響し続けた。シャムシアなどは、その後、メソポタミア南部に反対する遠征を行い、バビロニア王、マルドゥクザキルシュミ一世と条約を結んだ。紀元前814年、彼は、バビロニア王、 マルドゥクバラスイクビ率いる連合軍とディルパプスカルの戦いに勝利したとされるが、この年はそれ以上の進撃は行っていない。翌年、紀元前8 1 3年に、シャムシア・ダドは、デール氏を占領し、マルドゥクバラスイクビ王を破り、バビロニア王を捕虜として、アッシリアに連れ帰った。さらに、翌年、紀元前8 1 2年には次のバビロニア王ババア派、イディナモ・シャムシア・ダドに、 家族もろともに捕らえられて、アッシリアに送られた。デール、ラカー、ガンナナチを含む東部バビロニアの多数の都市が略奪され、これらの都市は単に財を奪われただけでなく、都市の守護神像もアッシリアに持ち去られた。4年連続となる、紀元前811年のバビロニア遠征については、一時資料は発見されていない。シャムシア・ダドは、 紀元前811年に亡くなっているが、その前のいずれかの時点でカルデア人からの効能を受けている。秘文では自身の肩書をシュメールとアッカドの王としており、これはバビロニア全体に対する総主権の表明である。紀元前812年以後のバビロニアは無政府状態に陥り、年代記には年間王は不在と記された。シャムシ、 アダド5世からアッシュール・ニラリ5世の治世の終わりまでの約80年間を交換の時代と呼び、地方の交換が時として王に棄権する権力を振るい、アッシリアが文献化したように見える時期が存在する。これについて、単にアッシリアの国力が衰えて、中央集権ができなくなったとみなすことも可能だが、実際には中央から派遣された交換が地方を直接支配するようになり、 統制力と軍事力はかえって向上していた時代とも見なせる。これに先立って征服事業を行ったアッシュル・ナチルパル2世やシャルマネセル3世は実際にはすべての征服地を中央集権的な支配下に組み込んだのではなく、かなりの場合、服属させた現地領主に行政官という肩書きを与えることでアッシュリアに併合したとみられる。このことを考え合わせると、 交換の時代に起きていたことは、王権の衰退ではあっても、同時に地方を中央集権化する一家庭ともみなせる。ありがとうございます。